ロブウォーカーレーシングチームは1953年から1972年まで会一に参戦していたレーシングチーム。コンストラクターではなく、クーパー、ロータス、ブラバムなどのシャーシを購入して参戦したプライベーターチームである。ウィスキーメーカーとして有名なジョニー・ウォーカーの創設者の末裔であるロブウォーカーが設立。1953年に コンノートのシャーシを購入して参戦を開始。九百五十六年は参戦しなかったが、九百五十七年からは、クーパー中心の参戦にスイッチし、スターリングモスを擁して、しばしばワークスチームを打ちまかした。スターリングモスが九百六十一年モナコ、GP で優勝した時のロータス十八特に九百五十八年アルゼンチングランプリでは、チームとして、 初の優勝をスターリング・モスのドライブで手にしたが、これはミッドシップエンジン搭載者として初めての優勝でもあった。しかし、モスは1962年シーズンの開幕前に事故で引退を余儀なくされてしまった。その後、ヨアキム・ボニエやジョーシュ・フェールを擁して戦った。1968年イギリスグランプリで、 シフェールがロータス49バイトを買って7年ぶりの優勝を飾ったが、これが最後の優勝となる。1971年から1972年にかけてはサーティースのシャーシを購入して出走したが数度、入賞するにとどまり、表彰台を獲得することはできなかった。幾度か共同オーナーを持ちチーム名が変化している。そのため、RRC ウォーカー、ロブウォーカー、 ウォーカー、ジャック・ダルシャー、ブルック・ボンド、ウォーカーといった様々なチーム名を名乗っていた。ここでのプライベーターとは、シャーシやエンジンを自制せず、他チームから購入して参戦をしたチームのこと。ありがとうございます。